か噂では会社と揉めたみたいな噂が流れてますけど、そんなことない。弁明させてください。確かあれは僕から声をかけたんですよね。あのインスタグラムかなんかで見たことがあって、うん、横山さんですよねみたいな感じで、うん、フリートレーナーに転向した理由とか決断は聞いても大丈夫ですか？もちろん大丈夫です、はいはい。これまでそこの栃木のフィットネスクラブを運営する会社に在籍させてもらってた時は、まあ頭の中で二足のわらじを均等に履いている感覚だったんですよね、うん、IFBB プロと取締役、うん、それこそちょうどこう2022年に入って、これからプロとしてあの成績を残せるようにちょっとだけこのパワーバランスを変えていきたいなって考えていった時に、今はマネージャーっていうところの管理職を退いてフリートレーナーにそこだけやってるっていうような、うんうん、はい。なんか噂では会社と揉めたみたいな噂が流れてますけど、そんなことない。弁明させてください。これお願いします。弁明っていうか、まあそうですね、なんか僕があの SNS だけでこうパパって報告しちゃったので、うん、経緯みたいなところを改めてこうやって口にすることってなかったんで、まあたまにこう会う人会う人に、あのなんかあったのって聞かれることはまあやっぱあったんですけど、僕がそのフリートレーナーに転向してっていうところ、パワーバランスみたいなところが一番あって、でそこはもうあの僕を雇ってくれたその会社の社長も選手としての活動を理解してくれる方で、それをもう話した段階で、あのもう会社としては、まあ、自分で言うのもなんですけど、取締役で、まあ、5年間在籍していて、創業当初からいろんなことをもうあの把握している、うん、要は歴史が分かってるかどうかってめちゃめちゃ大事じゃないですか、運営する上で、うん、そうっていう、なんかメンバーの一人が抜けるって組織の社長としてはめちゃめちゃ痛手だと思うんですけど、でもそれでも背中を押してくれて、関係性的にそうやって背中を押してくれるぐらいの応援をしてくれてるような人だからこそ円満ですね、そこは、うんうん、だからあの揉めてないです。社長さんも選手として、はい、そうですね、はい、出場されてる方で、うん、そこで、倉持プロと久しぶりに、うん、そこでは会えたんですよね、うん、会いました。その前日のリージョナル の そのプロミーティングで怒られたと後に怒られたわけじゃないですね。プロミーティングの後に、うん、そのリージョナルに出る準備をしている時に、うん、たまたまトイレ行く時に会って、うんうん、そう、そこでお話ししている、はい、どうもご無沙汰してますっていう方で、そうです、もう本当社長も選手家から、うん、倉持プロの苦悩苦労が分かって背中を押してくれるっていうね、いところがあったので、はい、まあ、なんで僕がこの弁明のところに入ってるかよく分かんない。人生の分岐点、ターニングポイント、キーパーソン、おいらっしゃいますか？僕は完全に栃木県のその会社の社長ですよね。うーん恥ずかしいこの話は。これは社長に直送りしたいな。直送り。僕はもともと消防士だったので、うん、2014年ぐらいから始めていて、でちょうどそのコンテスト初出場した年は消防士だったんですよね、うんうんうん、でその年ぐらいにコンテストに出場するっていうことで僕ゴールドジムに入会したんですよ、うん、宇都宮の、はい、でそこのゴールドジムにその社長も通っていて、そこでなんか確かあれは僕から声をかけたんですよね。あのインスタグラムかなんかで見たことがあって、うん、あなんか横山さんですよねみたいな感じでお話をしていって、うん、そうでそこから、はい、なんかトレーナーをちょうどその時時期に横山さん社長も探していて、うん、あのトレーナーやらないかいっていう声をかけていただいて、そこからですね、うん、で本当にいろんなお話を聞かせてもらって消防を辞めて、うん、そこから、まあ、トレーナーからマネージャーから取締役から今につながるっていう、うん、うん、だから出会いがゴールドジムっていうすごいもう納金な、うん、関係性なんですけど、ジムは出会いの場にもなる。出会いってそういう出会いじゃないですけど、うん、僕も結局あれですよ、うん、この業界、はいはいはい、選手としてデビューしたのも、うん、MC として今の自分があるのも、うん、ジムでビーフさせた出会いで、ほぼ一緒じゃない一緒じゃないですか、ね、一緒でしたね、うん、そうなんです。重要な出会いというのは本当にあのジムにある、ジムにはい、ジムにある筋肉を育てるところだけではない。そう、うん、いやでもね、そう本当にそう思いましたね、はい、なんかそういういろんな出会いとか、うん、そもそもトレーニングしてなかったらこの展開ないですか、うん、そこの出会いもないし、うん、間違いないですね、うん、トレーニングに出会ってなかったらゾッとします。いや本当どうなってたんだろうと。